ッサップ20トラックス取ってトラックスニム買いに届くディヒアニム買いに届くあれ焼くブーツはやめろ焼くブーツはダメよ残すはストローゲス不要シードシード。はい、皆さんこんにちは。ショーの YouTube 始まりました。今日はね、もうくっそ暑い。この東京ビルディングに熱がこもってね、もう蒸してます。でこういう時にね、すごい危険なのが熱中症です。ってことで今年もね、やりたいと思います。はい、熱中症対策2023エスタイム。はい、ってことで、はい、買ってきました。ちなみに翔さん、誕生日おめでとうございます。一日早いですけど。聞くね、何これ、ジュエリー。いや、もうプレゼントっすよ。それ頭はめてください。これはめてください。まあ、これギャルじゃねえか。これ似合わねえだろ。これは何。これタスキっす。タスキ。タスキ、タスキはいいかもね。あ、これ今日して撮影しようってこと。ぜひぜひぜひ。いいじゃん。はいはいはい、びっくりしたよ、ありがとう。こうだからこっちでいいの。そうですね、こっちで。はい、ちょっと待って、その前にさ、これ新しい T シャツお前宣伝しようと思ってたら宣伝できねえじゃねえか。すいません。これ今日ね、S タイムの新作なんですけど、こちらをね、はい、概要欄に貼ってきます。もうすでにね、ネットショップではこれ動画が出る頃にはね、購入できるようになってると思いますんで。はい、まあいいや。じゃあちょっとね、これありがとうね。とんでもないし。こんな感じ。はい、で、それつけてください。これ頭につけるやつですよ。カチューシャ。ちゃんとかっこいいなと思ってね。ちゃんとジュエリーみたいに石入ってますからね。なんかお前あれじゃねえか、リムジンバスとか乗ってるさ、ギャルの誕生日パーティーみたいなところ。ふざけんね。まあいいや。なんだよこれ。やめこねえやろ。え、かわいいじゃないですか。いいわ、これはしないわ、しない。いや、翔さん、冗談っす、冗談っす。分かってますよ。翔さん、アンティーク調っすよね。これっすよね、翔さん。アンティーク調っすよね。気が利くね。アンティーク調っすよね。あ、でも俺、挑戦者だから、キングじゃないから、まだ。でもかっこいい。俺、タイプ、これ。これしようかな。でも、挑戦者だからね。まだキングじゃないからね。あ、そういうことか。俺が、新曲でもさ、新時代の俺が王って言ってるから、まあ、これから王になってくれっていうメッセージ。そうですね。 ありがとうね。気が利くね。これは好き、これは好き。すごいじゃん。めっちゃいい感じじゃないですかこれ。選んでくれたの。はい、ありがとう。これは嬉しいかも。オッケー。めっちゃいい感じです。じゃあこれでやろうか。やりましょう。じゃあちょっとここに飾っとこうか。ここにね。はい、でちゃんとね、はい、大人のエチケット、やっぱ素手でね渡すのはねどうかなと思ったから、一応軍手。はい、あ、皆さんこんにちは。はい、よ、写真撮るから、ちょっと待ってね、みんな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、あと1分ぐらい待ってね。始まるから今年も。さあ、どんどん人が集まってきちゃったよ。ほらどんどん人が集まってきちゃった。さあ、今からね、スペシャルプレゼントタイムだからね。さあ、いきますよ。ちょっと待ってね。ちょっとなんか、いつもとなんか2023なんとかスタートから始まるんだけどね。ちょっとね、このワンクッションあったね、今日はね。じゃあ、いくわ。これまあ41ですけどね、まあ、今年もね、ちょっと。はい、それでは2023熱中症対策、よーい、スタート。はい、塩分タブレットです。はい、熱中症に気をつけてください。はい、ありがとう。 OK。 はい、熱中症対策運動です。どうぞどうぞ、ちょっとね。はい、ありがとうございます。はい、熱中症対策運動です。ちょっと後で、ありがとうございます。はい、熱中症対策運動です。写真ちょうだい。後で撮ります。はい、熱中症対策運動です。はい、どうも、ありがとうございます。はい、熱中症対策運動です。はい、どうぞ。さあ、次どんどんいきましょう。さあ、どんどんいきましょう。熱中症対策運動です。はい、もしよかったら、はい、熱中症気をつけてください。はい、塩分タブレットです。さあ、次からどんどんいきますよ。あ、どうぞどうぞどうぞ。そっち行こうか。
あ、熱中症対策運動です。もしよかったら塩分タブレットです。どうぞどうぞ。はい、良い塩分を。あ、熱中症対策運動です。もしよかったらどうぞ塩分で。はい、一袋巻きました。早いね、やっぱ需要がある。やっぱね、みんな塩分欲してるよ。こんだけ暑いとね、ちょっと今日やばいよね。やばいですね。あ、最近ね、うん、はい、二袋目。やっぱね、大人気。あ、もらいました。ありがとうございます。Hello, Japanese salt of candy.Present for you. Thank you. Gold Buns. Oh, you know? Gold Buns. Yes. Yes. You know? Oh, where? Where? Where from? Where from? Sweden. Sweden. Wow. Sweden. Nice to meet you. Sweden. Sweden. Nice to meet you. Nice to meet you. How long is in Japan? Two weeks. 2 weeks? Yeah. Okay. Enjoy Japan. Thank you. Good luck. Take a picture. Okay. 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 Yes. Yes. Okay. Thank you. Thank you. すごいね。さあ、海外の人でもね、どんどん広がってますけど。まあ、今日のミッションはね、この3袋巻くことです。あ、今ただいま熱中症対策運動です。もしよかったら、はい、熱中症気をつけてください。あ、そうです、はい、薬物なんて塩分をね、入れしますね、はい、あ、熱中症対策運動です。はい、もしよかったらぜひどうぞ。はい、熱中症気をつけてください。ありがとうございます。2つ向けですか。いいです、特別で。あ、ただいま熱中症対策運動やってます。もしよかったら塩分タブレットで、こういう、もしよかったら、あ、プレゼント for youJapanese candy. Thank you. Solid candy. Thank you. Thank you. Have a great day. Ah, thank you. もうすごいね。やっぱ海外の人はさ、あの、ハッピーバースデーって言ってくれたね。嬉しい。Hello, Japanese candy. Present for you. Solid candy. Hello. Present for you. Have a nice Japan. Hello. Present for you. Japanese candy. Hello. Ah.ただいまね、熱中症対策運動やってます。塩分タブレット巻いてますね。薬物の人ですか。あ、そうですよ。どうぞどうぞ、写真撮ってもらって。どうぞどうぞどうぞ。オッケー。さあ、40分大丈夫なんでね。さあ、どんどん行きますよ。 Hello、Today Japanese salt candy present for you. Present for you. Thank you.はい、ただいま熱中症対策までやってます。もしよかったら、はい、どうぞ。良い夏を。さあ、OK、Today、Today、fucking hot in Japan、a present for you。This is salt candy、body care、OK? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Where from? Australia. Australia? Hey, take a look. OK. One more.チーズ。危ないし、やっぱり。すごいね、なんか世界中の人から声かけられるよ。じゃあ行ったでしょ。このね、地道なこの活動の積み重ねが徐々にね、広がっていくんですよ。はい。さあ。タブレット巻いて熱中症対策運動やってます。もしよかったら、はい、いいっすよ。熱中症対策運動です。どうぞどうぞ。知ってるの。うわ、いいよいいよ。すいません、もしよかったらこれ熱中症対策運動なんです。どうぞ。今の北朝鮮は、あの、拉致した日本人全員を即時返せっていうね、今あの演説してる人にもね、これ熱いと思うんで渡してきます。黒に近い灰色であると認識していますとおっしゃるので、それだったら外務省として、外務省のトップとして、日本国民に北朝鮮の、ありがとう。北朝鮮に日本人が拉致されている事実を日本国民に伝えてくださいと要請しました。その時の河野洋平が行くわけにはいかないと言ってるんです。しかしその警察庁は北朝鮮による拉致、当時6県会の参議院の参議院会の中で北朝鮮による拉致の疑いが濃厚である、国の
配合期間である皆さんからの北朝鮮という名前を出し、拉致という治安を取り上げて明確に職務中だからね、塩分はもらえないみたいな。その10年熱中症対策でやってます。もしよかったら、はい、どうぞ。熱中症対策でやってます。どうぞどうぞ。熱中症対策運動でやってます。どうぞどうぞ。はい、ってことで、はい、熱中症対策運動2023、今年もね、去年何袋巻いたか分かんないけど、今年は3袋、はい、巻いてきました。意外とね、やった感想はなんかみんな欲してるね、塩分を。去年もそうなんだけど、これはね、みんな喜んでもらえるんで、今年もね、やってよかったなと思います。で、まだ6月なんだけど、すでにね、意外と今ね、危険なんで、暑くて、あの皆さんね、熱中症はくれぐれも気をつけて、2023もね、楽しいサマーを送りましょう。はい、ということで、今日のね、ショーの YouTube はこの辺でお別れしたいと思います。皆様、さよなら、さよなら、さよなら。